違う、助けに来たんだ。説明している暇はない。伏せろ。逃げるぞ。待てよ、お前さっき僕のママだったよ。やつは手に触れたものなら様々な形に姿を変えられる。君のママはもう死んだ。そんなまあいっか、あいつ殺されて当然だしな。ほら行くぞ。おう、そもそもお前誰なんだよ。それは移動しながら説明しよう。乗れ。じゃあつまりあいつは僕を殺すために未来から来たロボットで、お前は僕を守るために未来から来たロボットってことか。そういうことだ。ここまで来ればひとまず安心だろう。あいつあれでも死なないの？あれくらいで死ぬほどヤバじゃない。君、彼女はいるのか？あ、いっぱいいるよ。羨ましいな。奴を完全に抹殺するにはあの程度じゃ死なない。じきにここもバレる。来たぞ。この高さから落ちれば奴はもう死んだだろう。俺の役目はこれで終わった。俺はこの世にいちゃいけない存在なんだ。殺してくれ。やめろ、タッカ姉さん！死ぬことないじゃないか！これは命令だ！生きろ！死んじゃった。まあいいや、帰ろ。楽しい歌、悲しい歌。待って、おい、ターミネーター感情出しちゃダメだから。ターミネーター待って、俺めっちゃこれ疲れるから早めに来て。これETC カードが消失。そういうことだ。ETC カード入った伏せろ。ターミネーター出そう。逃げろ。こっちだ。じゃあ俺はこうね。俺のやる気、あ、やる、どっちにやろう。ピッチかバッチか、2分の1。まあね、食い物なるな。2人のやられる側もこき忘れていけないから協力で。サンバー。